平野紫明る、バレンタインのチョコ受け取りエピソードに衝撃の保存術を明かすファン驚愕の秘話。ジャニーズのアイドル、平野紫明る、27、が、日本テレビの情報番組デーデーに出演し、幼少期に体験したバレンタインの驚きエピソードを明かした。その中で彼が受け取ったチョコレートの数にはファンも驚愕し、さらにそのチョコを保存する方法にも興味津々の声が上がっている。一体どのような衝撃の内容が彼を取り巻くのか、詳細を見ていこう。平野紫明るが小学4年生の時に体験したバレンタインデーは、まさに伝説となる出来事だった。彼が一度に受け取ったチョコレートの数は、なんと64個もの驚異的な数字だ。これだけの量を一気に食べきれないという問題に直面した彼が取った保存方法は、まさに独創的で笑いを誘うものだった。彼はすべてのチョコレートを集めて一つの大きなチョコにまとめたのだという。この驚きのアイデアに、スタジオは一気に笑いと驚きにくるまれた。彼自身も、直接手渡しもあったし、他のポストに入っていたこともあったと受け取り法について振り返りながら、保管場所に困ったために思いついた保存方法を明かした。また、彼の笑いを誘うコメント、みんな心は一つって言い聞かせて作りましたねとも話している。彼のバレンタインエピソードに対するファンの反応は熱い。ネット上では64個って少女漫画みたい、伝説チョコを渡せた64人が羨ましいな。そんな体験してみたい、衝撃すぎる、発想が面白すぎる、モテモテ、めちゃくちゃ笑ったといった声が上がっており、彼の人気とともに話題が広がっている。彼のバレンタインにまつわるエピソードは、まさに少女漫画のようなモテエピソードだ。64個ものチョコレートを受け取った彼が、一つのチョコに集約するというのはまさに伝説的な行動だ。彼はみんな心は一つと笑いながら当時のエピソードを振り返り、その時の無礼さを語っていた。平野紫明るのバレンタインのエピソードは、彼のユニークな魅力を再確認させるものとなった。大量のチョコレートを受け取った彼が取った保存方法は、そのユニークな発想力とファンを楽しませるセンスを示している。彼のバレンタインにまつわるエピソードは、ファンにとってはいつも新鮮で楽しいものだ。今後も彼の魅力に期待が高まるばかりだ。平野紫明るが語るバレンタインの秘話は、彼のユニークな魅力と発想力を象徴するものとなっている。大量のチョコレートを受け取った彼が、一つのチョコに集約するという行動はまさに彼らしい斬新さだ。彼のバレンタインエピソードには、ファンだけでなく多くの人々が共感し、笑い、感動することだろう。今後も彼の魅力には目が離せない。